台湾海峡で、あわや大惨事となるアメリカ駆逐艦に、中海イージス艦が進路妨害をしたとの情報をキャッチしました。今回は、この中海イージスの煽り運転と同じ行動を詳しく見ていきます。中国は、こんな任務を指示しているのか、車の前方4メートルを横切りと同じです。2023年6月3日、台湾海峡を航行していたアメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の43番艦、ジャーフーの進路に対し、中国海軍の艦艇があわや接触かという動きを見せたことが大きく報じられた。この時アメリカ海軍のジャンフーは、カナダ海軍のハリファックス級フリゲートの7番のモントリオールと共に、台湾海峡を進んでいたのだが、中国海軍の艦艇が異常接近を起こした際の映像も公開されている。この映像は、カナダ海軍のモントリオールから撮影されたもので、同艦の先を航行するジャーフーの左側側面方向から、中国海軍の艦艇が接近し、ジャーフーの前方をかすめる形で去っていく様子が確認できる。中国海軍の艦艇は、この時、アメリカ海軍のジャーフーに対し、最も接近した際には、およそ137メートルほどの距離だったと見されており、同艦は、衝突を避けるために、10ノットまで速度を落として、その回避を行っており、少しでも遅れれば接触したことは明らかだ。この状況を報じたのは、カナダのグローバルニュース社で、アメリカ海軍のジャンフーは、この事態の前から、接近してくる中国側の艦艇に向けて警告を続けていたが、これを全く無視して、今回の行動に及んだとされている。グローバルニュース社によって撮影された画像からは、当該の中国海軍の艦艇は 052D 型コンアキラ級駆逐艦、ナトーではタビオー111と呼称されている。艦番号132の蘇州と推定されており、同海軍の東海艦隊に所属している。アメリカ海軍のジャンフーは、同海軍で太平洋艦隊に所属する艦艇で、2004年の就役以来、ハワイのパールハーバーを母港として活動しており、今年2023年1月にも台湾海峡を航行する任務を遂行していた。これは、台湾海峡は国際水域ではないと、一方的な主張を行っている中国側へのアメリカ側からの強固な意思表示であるが、中国側は、台湾海峡を国際水域と認めることは、自国の主権を損なうものとして、反発姿勢を示している。今回の 052D 型コンアキラ級駆逐艦、蘇州の行動についても、中国側は、アメリカ海軍とカナダ海軍の艦艇とが台湾海峡において先に挑発を行ったのだとし、台湾の独立を画策する一派を支援するかのごとき振る舞いだと非難の声を発している。今回のカナダ海軍のモントリオールの艦上からグローバルニュース社が撮影した画像について、これを個人的にはロシアのプロパガンダサイトであるスプートニクジャパンがインターネット上にアップしているものを閲覧した。ロシアのプロパガンダサイトであるスプートニクジャパンである以上、そこには、当然、中国側と同様に、アメリカ海軍とカナダ海軍を非難するコメントが添えられているのかと考えたが、以外にも、事実を淡々と表記しているのみで拍子抜けした。むしろ、中国側の視点に立った見方をしてもらわないと、そこだけ見れば、いかにも、スプートニクジャパンが、公正なメディアだと、日本人からミサされてしまう、恐れすらあり、その方が、今後のことを思えば、大きな問題ではないかと感じたほどだ。2023年5月末には、南シナ海の上空にて、アメリカ軍の RC-135 偵察機の飛行経路を、中国軍の J-16 戦闘機がかすめる。危険な飛行行動を行ったことも
記憶に新しいが、これもまた、南シナ海を、自国の領域だと、中国が一方的に主張していることが原因である。こうした中国軍とアメリカ軍とのつばぜり合い、非難の応酬は、最近では、いつものことと言ってしまえばそれまでだが、着実に軍事力を増強させてきた中国軍が、その力を背景に、自国の唱える主張を強化する方向に向けていると映る。今から27年前の1996年に生起した第三次台湾海峡危機と呼ばれた時期では、当時台湾で独立派止めされた李登輝氏が総統選で勝利する可能性が生じたため、中国軍は台湾の周囲の海域にミサイルを使用した軍事演習を行うことで、その妨害を起とした。さらに、この時に、中国は、アメリカが、台湾の総統選で、李登輝氏を後押しし、軍事的にも関与するならば、アメリカ本土の西海岸に向けて、核兵器による攻撃を行うと示唆し、核による恫喝で、アメリカの軍事介入を押し止める姿勢を見せた。しかし、当時のアメリカは、この中国の恫喝に対し、航空母艦、インディペンデンスとミニッツの2つの空母打撃群を台湾海峡へと差し向ける対応を見せ、これらに対抗可能な軍事力を有していなかった中国は逆に追い詰められる。そして、結果的に中国軍は台湾に向けた軍事演習を継続することはできなくなり、アメリカ軍の2つの空母打撃群を前に、その軍事力に屈服せざるを得ない屈辱を味わい、その後は、これらに対抗可能な軍事力の強化に邁進していく。ちなみに、この時の台湾総統選では、見事に、李登輝氏が勝利を収め、これは、台湾が独立を標榜するのならば、武力行使も辞さないという、中国の姿勢に対し、多くの台湾人が、反抗心を喚起された結果といえ、その意味でも、中国は目的を果たせなかった。こうした1996年の第三次台湾海峡危機の顛末を思い起こしてみれば、よく言えば、臥薪嘗胆。そこから、わずか27年で、中国軍はアメリカ軍に、局地的には対抗可能なほどに、軍備の強化を図れているといえ、脅威度はかつての比ではない。さて、今回の台湾海峡での件で関係した艦艇に目をやってみると、アメリカ海軍のジャンフーは、同海軍の主力であるアーレイバーク級ミサイル駆逐艦で、その中でも、最多の47隻の建造が予定されているフライト 2A と呼ばれるタイプだ。ジャンフーは、満載排水量が9648トン、全長が 155.3 メートル。全幅が 20.1 メートル、喫水が 9.4 メートルの艦隊を持ち、その艦名は、祖父が中国出身で、1950年代に、初のアジア系アメリカ人として、海軍少将を務めたゴードン・チャンフーに由来している。カナダ海軍のモントリオールは、12隻が建造された、ハリファックス級フリゲートの7番艦で、1994年に就役。満載排水量が5235トン、全長が 134.7 メートル、全幅が 16.4 メートル、喫水が 5.0 メートルの規模を持つ。カナダ海軍は水上戦闘艦としては駆逐艦を保有していないため、このハリファックス級フリゲートが自軍で最大の大きさを誇る艦艇であり、全12隻未だが就役中で、2010年から、これらすべてに、近代化改修が施され、運用が継続されている。中国海軍の 052D 型今アキラ級駆逐艦、蘇州は、満載排水量が7500トン、全長が 161.0 メートル、
全幅が 17.0 メートル、喫水が 6.0 メートルの艦隊を持ち、同級の中では、最高機型のバッジ3と呼称される12隻のうちの一つである。蘇州は、2021年1月に、収益を果たした比較的に、新しい艦艇であるが、052D 型コン・アキラ級駆逐艦自体は、バッジ1から3までを、合計で25隻建造する予定であり、さらに、次級で、大型の055型南昇級駆逐艦も、すでに8隻が就役している。これら中国海軍の 052D 型コン・アキラ級駆逐艦や、055型南昇級駆逐艦は、イージス艦と記述されることもあるが、イージス艦とは、厳密には、アメリカ海軍が開発した AWS、イージス。ウェポンシステムを搭載する艦艇を指す言葉だ。今でこそ、中国海軍は、最新で、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦を超える規模の055型南昇級駆逐艦を配備したことで、アメリカ海軍の艦艇を旧式艦などと揶揄する姿勢も見せているが、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦の機能を模倣したものと言える。近年では、幸いなことに、大国の海軍艦艇同士が、実際に海戦に及ぶケースは、ほとんどなく、052D 型コン・アキラ級駆逐艦や055型南昇級駆逐艦の実力も未知数ではあるが、少なくとも旧式化が著しい、ロシア海軍の艦艇より脅威度は、高いだろう。